背中触るとさっき触ったらだいぶ痛かったのが、あー、ほんとやわ、柔らかくなってますよね。こっちの方がいいけど、痛いけどちょっとは、え、だいぶマシだね、痛いけど。じゃあね、ここね、まだ痛いとこちょっとね、指で緩めていきますからね。よいしょ、ここだ、ここだ、マッサージ機じゃこの強さ入らないでしょ。肩甲骨のね、ちょうどね、あの付け根のね、肩引きっていう場所なんですよ。この辺よくしんどくなるでしょう。マッサージだったらここまで強くできないからね。当店も結構硬い方だと思いますよ。そうなんですか。お仕事がハードすぎるんじゃない。胃の六つ灸って言ってね、胃の裏 の、 あの6つのツボ、この辺がね硬くなっちゃうと全体的に背中の疲れが取れにくくなっちゃって、うん、
少しずつ減ってきたのが分かるかな。ちょっと、あの、息が進むようになりました。痛気持ちぐらいだね。気持ちいいとちょっと痛いやつぐらい。ちょっと待ってください。そこ痛い。